はい、ということで皆さんお疲れちゃんでございます。ラバルルでございます。はい、ということで本日はですね、まあ、目の前にございますけども、プレイステーション5をですね、環境を私また復活させたということで、今 OBS 上にはですね、グランツーリスモ7載ってると思うんですけども、こちらをですね、私のこちらのモザで、はい、モザ環境でちょっと動作させていこうというところで、これですね、ブルックのラズリューション2、まあ、有名なコンバーターでございますね、はい、こちらの方をですね、プレイステーション5ってでっかくかかっておりますけども、ちょっとまあ設定をしていこうかなと思っております。なんか評判あんま良くないんですけどね、はい、実際どこまで使えるかっていうのがちょっとわからないので、グランツーリスモ環境をとりあえずですねできるようにということで、ちょっとこちらの方の商品をね使っていきたいなと思います。結構ちっちゃいっすね、はい、もうほんと手のひらサイズのものが入ってる。でこの線とですね、とりあえずつないでやり方を調べたら、とりあえずアップデートが必要らしいので、線をつないでちょっとアップデートしていきましょう。はい、ということで、ですね、ブルックのですね、このラズリューションの、2ですね、こちら、ファームウェアのダウンロードページ来ると、2024年の2月に出てるというところで、これ X っていうのがまたあるんですね、これ。何に使うんでしょうね。まあでも PC には書いてないか。で、ダウンロードですね。で、これダウンロードしたやつを開いて、回答するじゃない。はい、デスクトップに回答。はい。あ、しましたね、これ。これをソフトウェアダブルクリックして、これですね、ここのカメラですね、はい、にステップ1、あ違う、これあれだわ、ボタンを押したまま、ボタンをこれをクリック押したまま PC に挿す。あー、出てきましたね、バージョンの選択、はい、でスタート、ファームウェアをダウンロードしてます。こっち側は何も表示されませんね。でちょっとタイプ C の接続が若干悪い。これ多分ね、普通にタイプ C の接続が悪いから、あ、完了しましたね。ですね、これを外し、はい、これをプレイステーションに挿すと、はい、今プレステに挿しましたね。プレステにこれ今挿して、でモザのこれをここに挿しますと、1に刺す、はい、刺しました。でこれをモザのやつを、要は差し替えればいいってことですよね、要は。でモザの電源を入れましたと。はい、ということで一応ですね、1分ぐらい置いたら使えるようにはなったんですけど、これでやるとですね、はい、こう今ハンドルを右に切ると左、こう逆になるんですよね。アクセルとかはいいんですけど、シフトもいいんですけど、であとね、 FFB も逆っすね。こう全てがインバートになってますね。これがよくわからないな。アクセルの利きはインバートになってないんですけど、フォースフィードバックが逆と、なんかインバートの設定みたいなのがあるんですかね、これ。回避方法として、ちょっと今、モザの、この、ピットハウスっすね。はい。モザピットハウスのスマホ版で、ちょっと今インバートをしてみようかなと。このアドバンスセッティングのところの、ここのリバーサルのところっすね。これで一応多分リバーサルになったはず。あー、でもダメっすね。リバーサルになったはずだけど。まあ、フォースフィードバックがリバーサルになっただけってことか。ステアリングインバートあったような気がするんだよね。うん。まあでもやっぱビジョンはダメっすね。新しいだけあって。なので古いハンドルではなきゃいけなくて、で、その古いハンドルはいけるんすよ。よくわかんないっすね。はい。
ちも聞かなくなった。まあとにかくね、ちょっとなんかいろいろ今俺ある12とこれでフォーミュラーでやってるんすけど、なんか組み合わせがあるらしくて調べたら、で R12 もね、なんか R5 が一番使えるらしいんですけど、はい、なんかモザ製品でもね、なんかまあ、逆になっちゃうやつは逆になっちゃうんでしょうね。このファームウェアとかもあるから。で、とにかく今最新版のモザのピットハウスとフォーミュラハンドルでやると、なぜかこう逆になるみたいな。フォースフィードバックとかが逆になるっていう症状で、使えるけど運転できんよねみたいな感じでしたね。はい。なので、ここら辺もまあちょっとね、考えながら、今後やってみたいなと思います。とにかくこの、GS ステアリングと12の組み合わせだとダメと、はい、使えるけどね、使えるんだけどちょっとねハンドルの切れ方が逆になるっていう、はい、なのでインバートをどっかでちょっと見つけて設定してやってみればいいのかもしんない。一回ちょっとパソコンでやってみましょうか。パソコンで一回逆にしてやってみましょう。はい、ということで今パソコンの方のピットハウスに来てみましたけども、そもそもなんですけど、まあ、これフォースバックがリバーサルになるだけじゃない、あのステアリングの切れか、この切れを逆にするっていうのがなんかそもそもない気がするんすよね。ということはプレステ側のやつを逆にするってことかな。プレステ側のハンドルとかあんのかな。ハンドル、これカメラ操作だもんね。こっちステアリングでしょ。あ、ステアリングこっちか。はいはいはい、これで行くわけじゃないですか。ステアリング、もう分かんないっすね。やはり逆っすね。何をしても逆になりますな。これのインバートがあればいいんでしょうけどね。インバート設定ないもんね。まあ、ボタン配置はこれでね、好きなようにできるっていうのはあるんでしょうけど。まあ、逆だもんな。さすがに。さすがにっすよね。なんかあと何かを引きずってる感じがしますよねこれ。まあ、ちなみにコントローラーだったら普通にいけますね。ただこっちだと、あ、一回変えるとダメなのか。はいはいはい。なるほどね。で、多分こっちをこうして、これだったら逆になるんだよ。逆っすね、これ。何かを引きずってるんだよな、これ。何を引きずってるかは分からんけど。サイドではないんだけどね。何かを引きずってるんすよね。これはね、正直ね、わからないわ。まあね、一応動いてはいるんですけどね。はい。動いてはいるけど、ハンドルが逆に切れるという現象の直し方がちょっとよくわかんなかったので、これはもうしょうがないということにしときましょう。ワンチャンプレイステーション4だったらいけんのかな、これ。逆っすね、やっぱり。やっぱり逆っすね。ワンチャン2に刺したらいけるとかないかな。なんか2はダメっぽいっすね。1じゃないとダメっぽいっすね。逆になりますね。はい。結果、
直せなかったということで、まあ一応なんか使えるやつもあるんでしょうけど、モザの、R12 のこの GS ステアリングの組み合わせだとダメでした。はい、ということで、まあやっぱコンバートはダメっすね。はいはい、ということで、はい、本日はですねこちら、ラズリューソン2ですね、はい、モザで使ってみましたけど、一応なんか使えたけどハンドルが逆に動くという、はい、ことで、ダメだったと、非常に残念でしたけども、まあただアップデートで使えるようになるかもしれませんので、ちょっと持っておきたいなと思います。はい、1万5000ぐらいしたのにね、これ残念。はい、ということで皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜー。